こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はパッド練習シリーズで、パラディドルをやっていきたいと思いますね。シングルパラディドル、ダルブルパラディドル、トリプルパラディドルの説明をしてですね。で、エチュード1、エチュード2、2は、8分の12、3連符形ですね。にはめ込んでいきます。で、シンコペーションブックの読み返しの大坂さんがですね、専属の学生に入学する前にこれやっといてねって言って、まあね、授業が始まらないからめっちゃ難しいじゃんこれみたいな。うちなんかもう3年生ぐらいがやるレベルですからね、やっぱ専属はレベル高えなと思いましたが、でも今1年生の子が頑張ってやってるかな。はい、でも最初にはやらなかったかな。はい、というわけで難しいですが、ちょっとやっていきたいと思います。まず、シングル、ダブル、トリプルということで、名前がついてます。シングルっていうのは、パラが1回のことをシングルって言います。パーラ、ディドルは2つ打ちのことね。だから、パーラ、ディド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 。ラのとこがアップストロークになります。パーラ、ディド、パーラ、ディド。で、ダブルパラディドルは3拍子になるんですが、パーラ、パーラ、ディド、パーラ、パーラ、ディドという順番になります。で、トリプルは、パーラ、パーラ、パーラ、ディード、パーラ、パーラ、パーラ、ディード。最後の、パラのラのところでアップストロークして手がチェンジする感じのイメージですね。はい、それをですね、エチュードに掘り込むとですね、4拍子の中にこの3拍子とかずれていくわけですね。ヘミオラになるわけですね。だから、パラディド、パラディド、パラディド、パラド、パラド4回。パラ、パラディド、パラ、パラディド、パラ、パラディド、パラ、パラディド。3回、4回、パラパラディド4回、で、パラパラパラディド、パラパラパラディド、パラパラパラディド、トリプルパラディドが3回になります。で、そうすると、3回だから、偶数が3回になるとひっくり返るんで、左手から始まってまた同じことをやります。だから、シングル4回、ダブルが4回、トリプル3回というフレーズになってます。左足は2、4踏むと、今どこやってるかが、分かりやすいので、これ、結構難しいですね。かなり上級者の練習です。やってみたいと思います。ちょっとゆっくりやりますね。1 and 2 and 3 and 4 and パラディド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 パラパラディドパラパラディドパラパラディドパラ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 ディドパラパラパラディドパラパラ。反対になってパラディドパラディドパラディドパラパラパラディド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 パラパラパラディドパラパラパラ。パラパラパラ。ここで終わりですね。難しいですね。リピートがあるんで、これ何回かやっていただきたいんですが、ちょっと早めに。2、3、4。パラティ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 パラパラティパラティパラ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 ティパラパラパラティパラパラ。反対。パラパラティ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 パラパラパラここまでですね。これ、ちょっと難しいですが、やってみていただけると、シングル、ダブル、トリプル。まあ、結局、ダブルパラドルを、4拍子で使うとずれていくっていう感覚を覚えましょう。今度逆にですね、8分の12でやった場合、つまり3連符でやった場合は、逆にこれは、ずれていって、ここが整合性があるとかね。タカタタカタ、パラパラディド、パラパラディド、パラパラディド、パラパラ。で、ここがややこしい。かなりずれていきますので、だから、パラパラパラディド、パラパラパラディド、パラパラパラディドっていうのを3回やると、ちょうど2小節になります。ここも4回、6回やると、だから、この1段目と3段目、2段目だけが、普通に整合性があって、こっちの方はヘミオラになってますね。やってみます。2、まあ、ゆっくりやきますね。1、2、3、4。パラディド、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 パラ、パラディド、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 パラ、パラ、パラディド、パラ、パラ、パラディド、パラ、パラ、パラディド、パラ、パラディド、パラ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 、パラ、パラディド、パ。へえ、難しい。これちょっと早くやる。ワン、ツー、スリー、フォー。パラパラ、パラパラ、2段目ね。3段目。左から。
トリプルという具合に練習していただければ、これは結構難しかったですね。はい、やっぱり上級者向けだと思います。それではですね、シンコペーションブックの読み方なんですけど、これだからちょっとさっきのヘミオラの部分使ってるみたいな感じになるんですけど、タタータタンタンのところを16で読んでいって、で、これは理屈はですね、どうなってるかっていうと、まあ、要は、音符が続いてるところはいいんですけど、その空いてるところとか、休符のとこ、音を長く伸ばしてるところと、休符のとこ、ここ、レストって書きました。あるね。R。ここは RL の R じゃなくてレストの R で書きました。ややこしかったね。で、そうすると、ここは、アクセントを、タンタンつく、タンタンつく、タンつく、音符の頭のあるところにアクセントをこうつけていくとこうなるじゃないですか。で、ここを、パラパラで、伸びてるところはダブルで埋めていく。ディード、パラパラディード、で、パラディード、パラディード、パラディード、で、ここはレストだから、反対のダブルで埋めて、ディドパラディドパラパラディド。だからここはダブルパラになる。で、パラディド。で、パラパラディドパラパラパラディド。パラパラディド。で、最後はディドディドになるという形ですね。これが、ワン、ツー、スリー、フォー。パラパラディドパラパラディド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 ディドパラディドパラパラディドパラディドパラパラディドパラパラパラディドパラパラディドディドディド。という形ですね。理論が結構わかりにくいかもしれないんですが、これすごい面白くて、このなんかできるようになると急になんかわかんないけどできるようになってるっていうパターンなんですけど、まずは16音符をずーっと書いてみて、で、まずその音符の上のところにアクセントをつけてみて、で、連続しているところはパラパラで埋めてって、で、間が空いてるところは全部ダブルで埋めていくっていう風に書いて、こうやって書いていくと、ダブルはね、だからパラパラディドでしょ？こことかは、パラパラディドディドディドは、右右左左右右っていう風にディドで埋めていくという形になります。これ全部書いていくとなんかできるようになっていくんで、一応メルマガの人にはこの、ここの一段目を書いた譜面と、まあ一段目はもう書いた譜面と、じゃあ二段目以降はもう16音符だけになって、これ自分で書かないとうまくならないんで、音符を上にこうやって書いてみて、で、その音符に合わせたこうアクセントを書いてみて、その間をこうパラディドで埋めていく練習を自分でしていただければうまくいくと思います。はい。なんか超絶に見える近道なんで、パラディドはね、なんか手がなんかスイッチしていくんで、で、あとタム移動とかするとものすごく複雑に聞こえるので、パラディドルはやっぱり練習しておくと、あとね、ダブルストロークって揃えるためには、パラディドル練習してると、だんだん切り替えるのが上手くなるんで、ダブルが上手くなっていきます。なので、パラディドルは結構早い段階で練習した方がいいと思っているので、ぜひ練習してみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。